皆さんこんにちは、レンゲジーズミです。星川菜那葉です。今回は以前配信した三重弁ランキングベスト50で50位までに入らなかった三重弁を50個紹介します。100位から51位までの紹介ってことですか？最初に言ってしまうけど、クワニャン調べで三重弁としてネット上で4回紹介されているのが13個で51位タイ、3回紹介されているのは50個以上あったので、独断と偏見で37個選んでランキングっぽくしてます。それはもはやランキングちゃうちゃう。それでは行ってみましょう。三重弁ランキングベスト100から51。ナンバー100、ビーシ用意したで。模造紙のことサイズが B1 版に近いからという説がある。ナンバー99、青字になった。内出血の朝のこと黒字というところ。ナンバー98、味ない。この味ご飯味な。美味しくないこと、味がないが語源かと思われます。ナンバー97、アンサー、どっか行かん。あのね、あのさといった意味合い。ナンバー96、大きいな。感謝を表す、関西弁でいうところの大きい。ナンバー95、オーラレナットしたん。ありゃのような感動詞、年配の方が使います。ナンバー94、おっつかん。宿題おっつかへん。間に合わない、追いつかないなどの意味。ナンバー93、おぼこい。たまにおぼこいことすんな。幼いという意味、全国的にも使われるようになっているとか。ナンバー92、かやす。鉛筆かやして。かやすの意味。ナンバー91、気張る。気張っていこう。頑張るの意味、力を込めるなどの使い方も。ナンバー90、ご縁さん。今日ご縁さん来る日やな。お坊さんのこと、東海や北陸などで使われているらしい。ナンバー89、ごそごそ。この服ごそごそや。ブカブカしている。ナンバー88、ゴンタ。たまにはゴンタ言いたくなるよね。わがままのこと、実は全く聞いたことないです。使い方も合っとるのかどうか。ナンバー87、しょぼい。うわ、しょぼ。せこい、みそぼらしいなどの意味。ナンバー86、食べさし。これ食べさしやん。食べ残し、食べかけといった意味。さしはさしと書き、方言でない説もあります。ナンバー85、だまくらかす。だまくらされた。だまされるの強調語。ナンバー84、だんない。そんな装備でだんないん。だんない、だんない、いや、いっちゃんへの頼むわ。大丈夫、問題ないと言った意味。ナンバー83、直帰し。直帰しや、すごっ。ちょうどのこと。ナンバー82、詰める。指詰めて待った。ドアなどに挟んでしまう。ナンバー81、とろくさい。とろくさいな。どんくさい、のろまという意味。ナンバー80、にすい。にすいな。どんくさい、のろま、弱いという意味を表します。ナンバー79、寝舞台。めっちゃ寝舞台やけど。眠いの意味。ナンバー78、ババチ。ババチ、汚らわしい、汚いなどの意味。ナンバー77、張り合いない。張り合いないな。残念という意味。標準語の使い方とは少し異なります。ナンバー76、ひんなか。ひんなかのくとかったね。昼間のことを指す。四日市弁当を食べることが多いようです。ナンバー75、味ご飯。この味ご飯、味な。炊き込みご飯のこと、早くご飯って言うと。ナンバー74、へっこむ。クワニャンの像がへっこんどる。へこむの意味、全国の至る所で使用されている方言。ナンバー73、ほいで。ほいでほいで。それで、そしてなどの意味。ナンバー72、ほうてる。虫ほうてる。ハウの意味、個人的にはほうとるの方が馴染みがあります。ナンバー71、こんなこと。こんなこと言われたらかなんな。こんなことを指す。ナンバー70、まるけ。砂まるけやわ。何かにまみれている様子、泥まるけ、ほこりまるけなど、さまざまな使い方があります。ナンバー69、むこっち。むこっちに行くで。伊賀弁で向こうという意味、伊賀以外では使われていないようです。ナンバー68、結ばる。コードめっちゃ結ばっとる。結ばれている様子、がんじがらみになっている印象があります。ナンバー67、綿棒。綿棒できてまった。物もらいのこと。ナンバー66、破れる。はい、破れとるわ。壊れるの意味。
平安時代から使われているそうです。ナンバー65、鍵を買う。鍵買っといて。鍵をかけるのに、イカガメント説明がよくされる方言。ナンバー64、短時間。半時間ぐらいかかるかな。30分の意味、1時間の半分で半時間です。ナンバー63、神がうるさい。神うるさいでくくるわ。神が邪魔という意味、西野カナさんがツイートしたこと。ナンバー62、追われる。その猫追われて。追いかけるという意味、イゼベンという説明が多い方言です。ナンバー61、コータ。コートおいて。買ったの意味、カートが連音でコになったらしいです。ナンバー60、こかす。クワニャンこかしてまった。物を倒すという意味。ナンバー59、こそばい。なんかこそばいな。くすぶったいことを表すこそばいという。ナンバー58、しょんない。まあしょんないわ。仕方がない、しょうがないという意味。ナンバー57、せーので言えば。いくで、せーのでは。1、2、3、はい、などの掛け声を表す。ナンバー56、だだくさ。だだくさやね。いい加減、横着という意味、西野カナさんがツイートした。ナンバー55、ちょんちょん。鉛筆ちょんちょんにしといたよ。鋭利に尖っている様子を表す。ナンバー54、まっちゃか。まっちゃか行って肉食べたいな。松坂市のこと、松坂市ではないので注意。ナンバー53、もっさい。その格好、もっさいな。ダサい、垢抜けないこと。ナンバー52、行こまい。一緒に行こまい。行こう、行きましょうと言っています。ナンバー51、面白い。他の動画も多分面白いので、他のも見てな。面白いの意味、多分面白いので、他のその他動画の動画を見てくれると嬉しいです。はい、51位まで見てまいりましたが、50位から1位までは以前配信していますので、こちらも合わせて見ていただけると幸いです。では今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。